Yeah.
わせ両端気迫の一撃風荒いようだお前の出番だ片合わせ両端気迫の一撃風荒いようだお前の出番だ片合わせ両端気迫の一撃風荒いようだキヤクの一撃受け荒いようだお前の出番だ片合わせ両端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 Thank you.
飛ばせ原口神の奏この巻き上げ吹っ飛ばせ原口空の檻の要この巻き上げ燃える一撃を叩き込め吹っ飛ばせ原口空の檻の要この巻き上げ燃える一撃を叩き込め吹っ飛ばせ原口Yeah.
し倒す。おう、この調子で勝利をつかめ。燃えろ燃えろ我らの大罰。原口原口 KO KO 倒す。救急のチャンス勝利を決めろ。気圧の一撃で中日倒す。おう、この調子で勝利をつかめ。燃えろ燃えろ我らの大罰。原口原口 KO KO ドラゴンズ。救急のチャンス勝利を決めろ。気圧の一撃で中日倒す。おう、この調子で勝利をつかめ。燃えろ燃えろ我らのタイガース。晴れ口晴れ口 KOKO ドラゴンズ。救急のチャンス勝利を決めろ。気圧の一撃で中日倒す。おう、この調子で勝利をつかめ。燃えろ燃えろ。We'll be right back.
だけよ、鋭いスイング見せてくれた君が器用だ。鳥谷隆、かっこせ鳥谷、上乗せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれた君が器用だ。鳥谷隆、かっこせ鳥谷、上乗せて羽ばたけよ、あと一人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 、あと一
あと一人、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 おっと。放送席ヒーローインタビューです。今日ヒーローは見事なピッチング9勝目メッセンジャー投手と史上4度目4人目2回目のサイクルヒット福留選手です。まずはメッセンジャー投手7回140球熱投でしたね。Today was a great job by the offense. You know, it scored a bunch of runs for me, and I didn't want to come out of that game. And luckily, Kanemoto-san let me stay in that game, and I proved to him that I could finish the job. 今日は本当に攻撃陣がたくさん点を取ってくれたんですけども、あの場面7回、なんとかしてあの7回を、乗り切りたいということで監督のお願いして、ああいう形で終わらせてくれて本当にありがとうございます。その熱い気持ちは監督、選手、そしてファンの皆さんも感じていますよ。No matter what, you know, that's my job is to go out there and give the team an opportunity to win. And being a competitor, you want to win.
That's why you play this game. You don't play this game to lose, you play this game to win. So you need to have a big heart, and when it comes time to it, you got to show it and be ready to prove it.まあ、あの場面、まあ、どんな状況であっても自分たちは常に勝ちたいとそういう気持ちでマウンドに上がってますんで特にああいうところで、自分のそういう強い気持ちっていうのを出せれたと思いますし、まあ、これからもそういう気持ちで常に戦っていきたいとそういうふうに思います。そして隣の福留選手のバッティング、これは援護になりましたね。素晴らしいね。Great job every time, every day, every game. You know, he's a true veteran. He's a leader on the team. You know, he does a great job. He works his butt off every day. You know, I tip my hat to him. He's a good teammate.本当に毎試合、毎ゲーム、どんな状況でもやっぱりすごいベストを尽くして素晴らしい選手だと思いますし、今日も本当にいい活躍をしてもらいましたので、本当に帽子を取って敬意を表したいと、そういうふうに思います。この福留選手自身2003年6月8日以来2度目のサイクルヒットはこれ史上4人目です。しかも史上最年長サイクルヒットです。打った後の守備の位置、そして今も非常に大きな声援が飛んでいますが、どんな気持ちですか？いやもうこれだけのお客さんの前で、打てたので最高の気分です。今日はホームラン、ヒット、スリーベースときて4打席目、正直ツーベースってなってたんですか？いや球場全体の雰囲気はすごかったんですけど、多分持ってないんでダメかなと思いながら。まあでも抜けてくれてよかったです。それでも4打席目ツーベースを打ったフリーベース上では控えめな笑顔が見えました。そうですね、どう喜んでいいのかよく分かんなかったんですが、はい、控えめにしておきました。そして今日で甲子園球場今シーズン200万人観客動員達成しました。今日集まった方々は本当にいいものを見られました。いや本当にこれだけの、ね、たくさんの方が入ってくださるんで、まあ今日本当にいいものをたまたま見せられてよかったです、はい。これで阪神は甲子園に帰ってきて4勝1敗です。流れが出てきました。お二人に一言ずつ明日以降に向けてメッセージをお願いします。Just keep playing like we've been playing lately. I mean, it's really good baseball and we've got good pitching. You know, we always come out to win, you know, and that's the thing. You guys keep supporting us. Like I always say, you guys are the best. You guys drive us. Keep it going.今チームとしてもいい状態、ピッチングもバッティングもいい状態を続けているので、まあ、これからもいい形でやっていきたいと思いますし、やっぱり常にやっぱり甲子園 の, たくさんのファンっていうのは自分たちを本当に引っ張っていってくれるすごい素晴らしいサポートがありますので、これからも頑張っていきたいと思います。それでは福留選手、締めの一言お願いします。そうですね、明日もこの黄色いユニフォームで、甲子園を黄色く染めて、頑張っていきたいと思います。頑張ります。ウルトラマンス今日のヒーローはメッセンジャー投手、そして福留選手でした。放送席どうぞ。